いや。お前の金は俺のものだ。邪魔や。うれ。支配人、すみません、よろしいですか？あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう？すぐ行く。どこのテーブルや？ご案内します。こちらへ。支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか？ああ、私ね、支配人さん。ジャンバラヤの闇医者、なんてやったんか。グラント、いいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それとこちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか？ああ、いいよ、もうこっちの方が人数多かったし。あなた本当強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどねした？ああ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔をさらしたくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ酔ってないよ。リーの電話なんや？あなた、これからすぐ店抜けられるか？なあ、なんで？お店出たら、あなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い？いや、蒼天堀沿いや。
ああ、ご都合ね。李さん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけよく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私、あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマ五郎、ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった。あの女どこ隠したんや。お前ら、女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。なめとんのか。ゆうべは油断したけどな、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道をなめとったらあかんで。くれ、だけごついね。なんなんやお前。逃げんなよ。俺に用があったんとちゃうか。くそ。こっちも聞きたいことがあるんや。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ支配人。佐川。なんかトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。で、てっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やで。まだ時間はあるやろ。まあな。
見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談。上司と仕事するときのいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですが。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ございました。はい。うん。はい。せや。うん。いや。おい、
何やて？あ、ええ。あ、なんやて？始めようか。負けないからね。ナイストン。
俺の勝ち。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそサンシャイン、ごゆっくりどうぞ。サンシャインようこそ、まだ来たで。どうぞ。素敵だよ、君。ハマっておりました。また行くだよ、君。サンシャイン、ようこそ。どうもどうも。今日は最高だ。盛り上がりましょう。嬉しい。ゲストクラス。ありがとう。嬉しい。お願いします。おしぼりです。頼りにしてますからね。盛り上がってきちゃったよ。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。こちらに頼りにしてます。ありがとうございます。アイス交換いたしました。ほんまありがとう。かわいいね。お待ちしてます。かわいいじゃないか。ありがとうございます。お願いします。ご延長はいかがですか。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきたわ。アイス交換いたします。フィーバーするで。めっちゃいいです。ありがとう。やった。嬉しいな。ありがとうございます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 。お願いします。今日は最高だ。ありがとうございました。ありがとうございます。また来たよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は最高だな。ありがとうございます。いらっしゃい。楽しい。どうぞ。面白いね、君。お願いします。ありがとうございます。いらっしゃい。楽しく行こうよ。お待たせしました。今日は最高だ。お願いします。楽しいよ。ありがとうございます。いらっしゃい。また来ちゃったよ。盛り上がりましょうか。いいね。君ね。楽しみましょう。ありがとうございます。いいじゃないか。素敵だよ。お願いします。タイプだよ君。盛り上がってきちゃったよ。こちらになります。マジマさん素敵です。
ビバするで。めっちゃ嬉しい。レディースグラス。助かったわ。ありがとうございます。大きいね。今日はありがとうございます。お願いします。レディースグラス。助かったわ。今日は最高だ。お願いします。ほんまありがとう。ありがとうございました。ほんまありがとう。盛り上がってきちゃった。お願いします。ありがとうございます。ゲストグラス。さすが真島さんですね。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。今日は最高だ。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。サンシャイン4号です。フィーバーするで。いらっしゃい。楽しく行こうよ。大きにね、大きにね。お願いします。ご延長はいかが。ありがとうございました。盛り上がりましょう。かわいいやなりか。盛り上がりましょうか。どうもどうも。ありがとうございます。今日は最高だ。盛り上がりました。めっちゃタイプ。盛り上がりました。最高だよ。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。お願いします。行こうよ。本気だよ。ほんまありがとう。嬉しいな。サンシャインにようこそ。可愛いな。ありがとうございます。最高だ。いらっしゃいませ。美人さんだな。嬉しいな。お願いします。ご延長はいかがですか。延長や。ご延長ありがとうございます。ようこそ。フィーバーするで。楽しみましょう。すごいタイプだよ。ご延長はいかが。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ようこそ。また来たで。盛り上がっちゃった。ありがとうございます。フィーバーするで。ありがとうございます。ありがとうございました。
おう、わしにメンチ切ってやろ。なんなんやねん。リーカ。ああ、あれから怪我の具合はどうや。ふん、お前痛み忘れるコツ知っとるか。ん、がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らなわしらどこまでも追われるんやで。痛み感じとる暇ないわ。そうかもしれへんな。それよりお前、ここどないなっとるんや。あ、何のことや。このアパート、そこら中から見張られとるで。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前、誠のこと隠しとんのバレとんちゃうか。いや、ずっと前から監視されとるんや。ここは俺の雇い主にな。お前の店の周りもやで。分かっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部や。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるんは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。それが上に噛みついて下手打った。大阪で買われとる今かて、いつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにええルート教えたる。誰にもつけられんルート。ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな、そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしてもその隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるんや。せやから言うたやろ、誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや、そこを抜けたらあとはまっすぐ誠んとこ行け。そこでわしと合流や。ええな。わかった。しゃあねえな。ちょっとそこら、ああ、俺
りあえずてめえ殴るわ。後悔すなよ。今日もえらい疲れたの。早いとこマッサージしてもろうて、バキバキになった体をほぐしてもらいたいわ。俺や、入るで。ん？お前んとこの店長もう来たんか。うん、今飲み物を買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるでいい。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。
大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの下道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。おっと、よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。は？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんどこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。アホか、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。よう覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんのや。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが。ああ、誠や。この子は未延命でわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとうを繰り返して、わしは
その小さいでどうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。はあ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。うん、小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。マジマ、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だ。はあ、極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん、言うてみ。話はしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄を釣らんかい。お前が俺の何を知っとるんやポケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや、真島。
てや、マジマ。ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。ああ、支配人、
おはようございます。おう、先ほど支配人宛てにほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？まあ、そいつなんて言うとった？それが支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。支配人？わかった、よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。CM の後も引き続きお伝えしていきます。おお、マジマ、よう来た、待っとったで。傍聴まで、何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水臭いやないか、たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って、お前やったやろ、あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳と見られます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、なんやこれは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん、やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。
あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もんや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島くん。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。